こんにちは、新代理メンバーの鈴です。どうも、ニーゴホソのケンティです。本日はですね、あなたの弱みは何ですかの適切な答え方をトイさんに解説していただく企画となっております。トイさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。軽く自己紹介お願いします。はい、外就活 .com やワンキャリアなどで、記事を執筆した後、今も就活生の支援をしてまして、確実内定という本を出していますので、皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。この動画を見れば、面接官の人が弱みを聞く理由と弱みの適切な回答、また弱みの NG 回答、この3点が分かるような動画になっておりますので、最後までぜひご覧ください。今日なんですけれども、特別にこちらを視聴してくださっている皆さんのために、面接で答えづらい質問のリストと、またそれに対する模範回答の例をプレゼントさせていただきます。なのでぜひ概要欄から見ていただけますので、チェックお願いいたします。お願いします。お願いします。まずはじめに、弱みを面接官の人が聞く目的を教えてください。これって仕事で、あなたはストレスを受けた時に潰れちゃいませんかっていう質問でしかないです。で、仕事上でよくあるストレスの例を、エントリーシートや面接で出していただいて、で、そのストレスを受けた時に私はこういうリアクションしますよっていうことを教えてくれれば全く問題ないわけです。逆に言えばですね、そんな仕事でそのストレスなくないっていうタイプのストレスの例で弱みを説明されてしまうと、それは参考にならないから落ちます。というわけで、全ての質問において皆さん主語に仕事における弱み、あ、仕事における強みで想像してもらえれば安心すると思います。ね、逆になんか NG な回答例とかってあるんですか？頑張りすぎて倒れます。あ、確かに仕事においてそれだと入社後もそういうふうになっちゃうんじゃないかっていう、はい、だから実は全力を出しすぎて倒れるっていい強み弱みではないんですよね、うん、むしろ、じゃあどう直したらいいかって話なんですけれども、その自分が受けている職種、受けている会社で必要なさそうな弱みにしといたらいいと思います。ああ、そっかそっか。はい、例えばコンサルだったら論理的に話しすぎて周りから気持ち悪くなる。ああ確かに確かに。じゃあその他に何かありますか？そうですね、あとは、自分や他人に攻撃的すぎるもの、あ、ちょっと曖昧なんでもうちょっと説明させていただくと、まず自分に攻撃的すぎるものっていうのは、例えば、じゃあ私は仕事でミスをするたびに手首を切っていますとか。怖い。確かに。逆に他人に攻撃的なパターンで言うと、例えば弱い者いじめをしてスカッとしてますとか。絶対パワハラ上司になりそうだから採用されません。自分を追い込みすぎてしまうのと、あと他人に攻撃的すぎるのもちょっと NG かなって。そうなんです。逆にそのいい弱みの答え方とかってどういうものがいいんですか？会社に迷惑をかけない。どっちかというとプラス評価っていうよりかはマイナス項目を消すための。そうです。会社としてもなんかそんな強みの裏返し、正直いいやり方ですけれども、まあ、面接官それ100人ぐらい聞いてるんで、こいつ嘘ついてるのかなってだんだん思い始めます、うんうんうん、なのでリアリティを出したいのであれば、あんまり攻撃的じゃないストレス発散の方法だったりとか対応されやすいと思います。ああ、ストレス耐性が自分の中でも完璧にある人とかなら、はい、確かに倒れなそうですもんね、うん、絶対。そうなんです。先ほどなんかその業界ごとのいい弱みがあるみたいなお聞きしたんですけど、すごく詳しく教えていただいてもいいですか？例えば、金融機関に入りたい場合、この場合は細かすぎること。ああ。友達の LINE の誤字脱字が気になるって結構の弱みだと思うんですよ、はいはい、金融業界でその弱みは絶対に強いですよね。確かに強みになる。確かに。あるいは、決断をするまでに何度もシミュレーションをしてしまうと、行動までに時間がちゃんとかかってしまう、これは金融機関絶対必要ですよね。確かに。食品メーカーを受ける上で皆さんが弱みにしていいことっていうのは、全体的に精神的タフさが求められやすい。どの職種に行っても耐えられなきゃいけないので、そこで与えられた場所で作能力、あ、なるほど、みたいなのが結構必要です。逆転して、まあ弱みになっていいことを考えると、実は人生に使命感があんまりなくて、あ、何でもできますみたいな。そう、私は例えばその人生で経理しかやらないとか、うん、あるいはその今自分の学部は文学部ですけど、うん、もう日本文学のためだけに生きていくとか、うん、そういうものは持てない。ただ、日本文学のこの学部に入った理由は、好きな先生が実はインターのオープンキャンパスで知ったからで、うん、同じようにこちらでもあの好きな人が多いから受けてますとか。あ、なるほど、うん、という感じです。ありがとうございます。なので、弱み OK
OK の闇を考えた時のポイントは、まずその会社における、OK な強みを考える。でその強みを考えた時に、逆転してそれはどんな闇かを考えると一番機械的にできますが、そうすると、テンプレートというかみんな同じような回答になっていくので、そこで本音を出したい人であれば、友達に愚痴らないとやってられないんですよねとか、そういう話はしていいと思います。確かにちょっとだけ個性を出すことも大事ですからね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実際僕、平均的なんか全部オール3みたいな人生送ってきて、強みがないから弱みもないみたいな感じで、それってありだったりしますか？それはまずバランス型っていう強みだと思うんですよね。ああ。のでまず自分はバランサーですとか、そこそこやらされたことは全部平均でいきますって言えるのはすごい強みです。逆に弱みは突出してないって言えばいいです。あ、そっかそっか、はい、弱み話した後に弱み話して終わりじゃなくって、克服方法も一緒に話した方がいいんですかね？弱みによると思うんですよね。例えば本当に頑張りすぎて倒れちゃう人がいたとして、それって社会人になる上で不適切、なので、今は一回倒れちゃいましたと、でそれがもう自分の弱みだと分かったので、今倒れないためにこういうことしてます、って言ったらいいと思います。基本的には克服方法も一緒に話した方がいい。そうですね、で、それが、その克服のしようがないものに関しては、頑張ってるっていうだけ空回りというか、それ無理でしょってなるわけなので、もう添えなくていいと思います。わかりました、ありがとうございます。じゃあ実際に私とケンティの弱みをちょっとトイさんに添削してもらおうと思います。私の弱みは目的がわからないとやる気が出ないところです。例えば学校の授業で宇宙論っていう授業があったんですね。ただその宇宙を学ぶ意味が全くわからなくて確かにその自分の将来に役に立つとか、自分の中で目的を持たないとやっぱ頑張れなくって、その成績シートってしまったことがあったので、そこが自分の弱みかなと思います。はい、ありがとうございます。まずそれは素晴らしい強みで、まず全然興味ないのに C 取れてるんですよね。本当に落としてないのはまずすごいっていうのと、それから目的を与えられたらがむしゃらに働けるっていう強みにつながっていくわけで、非常に素晴らしい。で、向いている仕事で言うと、おそらくプロジェクト型の仕事があると思う。ってなると広告代理店みたいな、この時期までのプロモーションで、こういう成果を出すために広告を作るぞっていうプロジェクトだったりとか、それこそコンサルティングファームとかで、この業界のリサーチを何ヶ月でやって、で最適な経営提案を何月の何日までするぞとか、そういうお尻と目的が決まっているものを任された方が早く。ああ確かに、いや本当にそうです。でもうちょっと、ミクロな観点で言うと、実は店舗経営とか任されてもいけるタイプ。かっこよ。例えばある店舗を任されて、その店の売り上げを他店に比べて最大化するためにはどうしたらいいだろうって自分の中でギアかかったら、すごい売り上げ出せると思うんですよね。確かに。なんで行かない方がいい業界は、自分の職務の領域が曖昧な業界。例えば大学職員とか、ここからここまでが自分の領分って決まってないのも辛いと思います。いやー、決まった方がいいですね。はい、じゃあ続けてケンティさん。はい、はい、僕の弱み、ズバリ落ち着きがないことですね。もう超いいエピソードがありまして、はい、飲食店のキッチンでアルバイトしたんですけど、そこで、オーブンがあるんですけど、その中でちょっと大火事を起こしてしまって、テンパってわーってなったら、なんかその火がついてブワーってなって、それで僕は落ち着きがないなってすごく実感しました。この強みやばいですね。この弱み結構やばいですね弱みとして感じているのは、そのミスを起こしてしまう方なのか、一回ミスが起きた時にパニックになっちゃう方なのか。あ、パニックになっちゃう方ですね。ってなると、例えばケンティさんの場合はその弱み正直に言っていいと思うんで、ただその結果自分がパニックにならないスイッチっていうのを今見つけててと思う。あ、でこうすると自分はすぐ落ち着くって分かったんですよって添えられると、弱みは言ってますけどそれに対する対策ができているから、それでそんなに今すごい弱みは見えづらいかなと思います。はい、ということで本日は弱みの回答方法についてトイさんに聞いていきました。面接官の人が弱みを聞く目的としては、会社で働いてて潰れずにちゃんと働いていけるかっていうのを、聞いているっていうことと、その上で NG な回答方法っていうのは、会社とか仕事働く上で関係のない弱みで、逆に適切な回答は仕事でのシチュエーションが想像しやすい弱みということでした。これから就活控えてる25卒の皆さん、この動画を見てぜひ今後の面接に役立ててください。で今回出演いただいた問いさんの書籍、SNS の情報は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで問いさん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 検索サービスを
無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。